サウスブリスベンの博覧会会場背後に見えるカナダのパビリオンとモノレールブリスベン国際レジャー博覧会は1988年4月30日から10月30日までオーストラリアのブリスベンで開催された国際博覧会である。テーマは技術時代のレジャー。36カ国が参加し、会期中1 857万人が来場した。開会式には エリザベス女王がご臨場された。来場者が博覧会会場の周辺を早く移動できるように、モノレールが建設されている。モノレールには1200万ゴードルをかけており、会場の両端の二駅と延長2 3トルの軌道及び給料編成の4列車からなっていた。モノレールのルートは、クイーンズランドパビリオンを通り抜け、太平洋ラグーンの全域及びブリスベン川の脇を、 走行していた。モノレールシステムとしては、1日あたり4万4000人の乗客を運搬することができた。博覧会の後、列車の一つといくつかの軌道は、ゴールドコーストのシーワールドにて、既存のシーワールドモノレールシステムに接続していた。他の列車は、ドイツのルストにある、ヨーロッパパークにて、現在でも運行されている。ありがとうございます。